紡がれ、両国民に大きな喜びをもたらしてきました。日本の皇室とタイの王室の交流も長きにわたり、両国の関係を親密なものにしてきました。今年2007年、タイと日本は正式に国交を結んでから120周年。そしてタイ国のプミポン国王は80歳のお誕生日を迎えられます。この大変おめでたい年をタイでは国を挙げて盛大に祝福しております。ロイヤルイニシアティブディスカバリープロジェクトは、国王陛下80歳のお誕生日を記念してタイ全土に展開される数々の王室プロジェクトの素晴らしさを、この機会に観光客の皆様にも体感していただこうというものです。王室プロジェクトの敷地には色とりどりの花が咲き誇り、タイ人の手による芸術的な手工芸品が生み出されています。また国王陛下の英知のもと、美しい自然環境との調和のとれた開発がなされ、訪れる人々を楽しませてくれます。もちろんこれらの王室プロジェクトの他にも、タイには感動と驚きがいっぱいです。山並みに霧のかかる冷涼な北部地方は、独特の文化が人々の生活に根付いて生きており、何度でも訪れたくなるようなしっとりとした魅力であふれています。豊穣な平野の広がる中部地方は、その豊かさを背景にタイ文化が花開き、何世紀にもわたり歴史の舞台となってきました。東西を太平洋とインド洋に挟まれた南部地方は、美しいサンゴ礁の島々と真っ白なビーチで世界中の人々を魅了しています。東北地方は古代文明発祥の地であり、メコン川の雄大な流れに培われた麗しい文化と伝統が魅力です。メコン川を渡りラオスへ行くこともできます。タイには美しいランドスケープと心のこもったサービスを誇るゴルフ場が全国に多数あり、世界中のゴルファーから熱い注目を集めています。さらにエキサイティングな体験を望みなら、ラフティング、カヌー、ロッククライミングなどにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
静寂の中心と体のリフレッシュをなさるのなら、最高のクオリティを誇るタイのスパへお越しください。きっと皆様の一生の思い出に残る素晴らしい休日となることでしょう。そしてこの日台観光交流年2007、両国での多彩なイベントを通じて、これからも日本とタイの友好関係がより一層深まっていくことを願ってやみません。